せーの、じゃじゃーん。これはおすすめです、はい、このリボンのところにね、この M をつけたらね、せーの、2850円。せーの、キャーン、レクノタウンです。はい、今日はどうですか。どうですか。今日の日のために着替えてきました。どうですか。数日前からずっと同じ洋服を着て着替えてきました。なんかナナが余計に興奮しているグッズがディズニーから出たそうなので当日に買いに行かされました。あ、間違えた、買いに行きました。そう、私がサリーを大好きということで、皆さんも何買ったんですかとか、何買うんですかとか、気になっていただいたので、ちょっとあんまり買ってないんですけども紹介したいと思います。はい、1月26日に本当はねディズニーに行こうかなとも思ったんですけども、ボンボヤーゼでも販売するよということでボンボに行ってまいりました。ということで、あんまりないんですけど紹介します。はい、最近めっちゃ髪伸びたんでね。ね、もう人生で一番長い。それストレートだったら結構やばいよ、ね、結構やばい。下、毛先パーマかかってるけど、このぐらいあるのか。でもさ、ゲームオブスローンズのさ、ジョン・スノーみたいじゃない。わかりません。はい、では行きましょう。ということで、今回は1万5000円くらいに収めたということで、うん、優秀ではないでしょうか。優秀だね。その裏には俺の必死の努力がありまして、うん、いやでもね、いや商品がどうとかってわけじゃないんだけど、ナナはなんかとりあえず買おうみたいな精神が本当に強くて、すごい止めました。なんかいやでも理解はあったよ、結構自分でも。どういうこと。うん、まあ確かになーって勢いで買うけど使わないんだよなーって。まあ今ディズニーにもなかなか前年パス時代よりも行けなくて、でも可愛いグッズは出るから買ってしまうんだけど、でもね、なんか去年のグッズとか俺ら全然使ってないのあるのよ。そう、キャップとかも ね、もう使わずに保管してどうするみたいな状態のがあるから、それを考えて、うん、なんか本当に使わないで、ちょっと俺が喋ってるからさ、なんか本当にとか言うのやめてもらっていいですか。ソリー、本当に使うものだけにしました。うん、はい、行きまーす。まず1点目です。じゃあ、かぶりたいので、これから行きますか。せーの。じゃじゃーん。こちらのファンキャップですね。お値段3400円。こちらは、まあ、かぶるでしょう。こちらは、ということで、買いましたよ。サイズ調整も中でできます。マジックテープになっていて、ここで一番緩くしてもいいし、多分、キッズでもいける感じだね。まあ、これはね、結構パーク行くとき楽なんだよね。こういう系の帽子って。だから買ってみました。いいよね、これは。これはいい。これはいいでしょう。てかね、本当に被り物に関しては、今回たくさん出てたんだけど、俺は本当にこれだけでいいよって言ってた。商品がってわけじゃなくて、絶対7つけないから。可愛かったんだけど、つけないから。まあ確かにこれで行くことはないかもしれないと思って。そう、これで行くことはお揃いで行ったりね、するかもしれないけど。はい、これはおすすめです。はい。次です。次は、こちらです。じゃじゃーん。こちらは、まあ一緒に読んでたんですけど、別にモンスターズインク要素はないと言ったこちらの青いモコモコのカチューシャです。それがなんと？それがなんと、こちらともう一点購入しまして、この M のヘアゴムですね。こちらも購入しました。でね、こちらはね、フォロワーの方とかに教えていただいたんですけども、なんとこちらをカチューシャにつけたらとっても可愛いということで、こちらも購入したんですけども、こちらのヘアゴムをこのカチューシャのここにつけるんですね。そうすると、こういった可愛いカチューシャになるんですけども、これ付け方としてはね、簡単で、こう、ピッてつけるだけ。わかる？こう。わかる？わかった？わかった？わかったかい？別に返事求めてないでしょ。こんな感じで、このリボンのところにね、この M をつけたらね、まるでモンスターズユニバーシティのカチューシャになるんです。かわいい、これ。教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。これめっちゃかわいいよね。これ、あれだよ、もう今年の冬、女子高生の間で鬼バズり、LINE ニュースにも載ってしまいます。ディズニーでカチューシャをつけるなら、これってなるよ、多分。でもさ、これやったらさ、他にもこういうヘアゴムってあるじゃん。こう、いろいろできそうじゃない？これはこれだけどさ、他のカチューシャでもさ、できそうだよね。そう、このヘアゴムあれば、だから探したんだよね。この発想あればさ、何でもつけるねって思って、でもね、一個ね、やりたいカチューシャがあるんだよね、実は俺たち。手作りの。手作りってディズニー塗ってるやつでやるやつね。ちょっとつけてみよう。じゃじゃーん。
こんな感じです。どうですか？こう、いいんじゃない？これとこれでさ、つけても行ってもいいし。確かに。ほら、いいよね。私普段これリボンあんまりつけないんだけど、これだったらつけれるかなって感じ、リボンでも。ラストディズニーそろそろだからね。どうですか？え、ラストディズニーこの格好で行くの？いやー、でもどうしようね。ラストを着飾るのは何でしょう。とっても可愛くない？これ、この青いカチューシャをさ、買おうと思ってる人はぜひこのヘアゴムも買ってみてください。ヘアゴム990円ぐらいだよね。950円。ヘアゴム950円なので、カチューシャはで1900円、合わせてせーの2850円。はい、そんな感じで、私が発明したわけではないんですけども、ちゃんと YouTube で紹介してもいいですかという、あの承諾を得て紹介させていただいておりますので、皆さんやってみてください。はい、では次に行きます。次はこちらです。じゃじゃーん、サリーの柄のティッシュケースですね。で、うちはサリーのあのこう顔とかもあるさ、こうやつ、そう、全身のサリーのティッシュケースを使ってるんだけど、これは車でこうやってほら今見たけど、ここにかけるとこもあるから、車でこれは使おうかなと思って買いました。あ、今見つけたのこれ、うん、よかったじゃん。え、車じゃこうやって適当にこうやって置いてなんかあー、どんどん泥がついてっていう使い方をしようと思って、こうやって話してる途中にあ、これいいじゃんってなったの。てか、まあこれだったら可愛いから、別にこうやって車乗ってもいいな。絶対やんないから、これこのままやるよ、こうやってってなるよ。そう、でもね、車でもやっぱサリーを感じようと思って、これは車用で買いました。どう？いや、いいと思う。いいよね。好きならいいんじゃない。そう、私はサリーが好きです。モンスターズユニバーシティの購入品は以上です。で、同じ日に出てたものでね、もう一個私が購入したものがありまして、そちらも紹介します。それはこちらです。じゃじゃーん、のれんです。早速開けてみます。これはね、お家がまるでディズニーになるっていうのれんですね。確かにこれいいね。玄関とかにどう？玄関？家入ってすぐこれがお迎えってどう？玄関ってどういうこと？え、玄関のもう扉のもうガチャ、これ邪魔だろ。こんな感じの、ちょっと見づらいかな、このバルーンとシンデレラ城が見えるワールドバザールから見た景色のディズニーですね。で、これはちょっとあのキッチンの扉がちょうどこういうのれんサイズのドアがあるから、ここにつけようかなと思って買いました、うん、いいね。いいよね、これかわいいよね。じゃあもうおすすめとなっておりますので、皆さん、まあ壁に貼ってもかわいいし、うん、買ってみてください。以上です。今回はちょっと一番迷ったのが、あのウーズマカッパとロアオメガロア、ロアオアメガロアオメガロア、ロアオメガロア、ノーノーノー、ロアオメガロアの、あのキャップもね、なんかこう二人で違うチームになってつけたら可愛いかなとか思ったんですけども、ちょっと迷いに迷って、それは一番迷ってやめました。でも結構発売当日でもカップルでもつけてる人いたし、うん、いい、今回の商品人気だよね。可愛い、うん、スウェットもさ出てたからさ、それでさ一緒に着たら可愛いよね。うん、そうそうそう、俺つけるんだったら絶対ロアオメガロアじゃん、うん、でもロアオメガロアつけるんだったらスタジャンが良かったね。確かに、スタジャンどっかにやってないかな。ということで、皆さんは何を買いましたか？私は成長しましたね。そうだね、こんなにあの必要最低限に収めたということで嬉しい限りでございますね。でもさ、最近のディズニーのグッズめっちゃ可愛くない？可愛い。なんかデザイナーさんセンス爆発してるよね。可愛いよね、これとかさ。ね、私最近もなんかそんなような話したよね。なんで、何でしたんだっけ？何でしたんだっけ？何かでしたよね。何かでした。結構ね、オタクのこう欲しいところをついてきてるよ。あのあれとかポーチとか、もう実写のポーチ出してる。はい、ということで、次回いつになるかわからないんですけども、これを使ってモンスターズユニバーシティコーデをしようと思いますので、皆さんそれまでお楽しみにしててください。はい、もしかしたら来年になるかもしれないんですけどお楽しみにしてください。はい、ということで本日の動画は以上となっております。はい、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。テックタック、インスタグラムのフォローもお願いします。ではせーの、バイバーイ。